ヨガイラ、後のブワディスワフ2世ヤギエオは、リトアニア大公、ポーランドの王廃及び単独のポーランド国王。1377年からリトアニアを統治し、最初は、オジのケース・トゥティスと、共同で統治した。1386年に、クラクフでブワディスワフの名で洗礼を受けて若き女王、ヤドビガ・アンジュウと結婚し、 ポーランド国王ブワディスワフ2世ヤギエオとして体官した。1387年にはリトアニア全土をキリスト教に改修させた。ヤドビガの死を受けて1399年からブワディスワフ2世による単独の統治が始まり、それは35年以上にも続き、数世紀に及ぶポーランドリトアニア合同の土台が築かれた。 ブワディスワフ2世は、己の名前を帯びた、ヤギエオ朝の創設者である一方、異教徒としてのヨガイラはリトアニア大公国を創設した、ゲディミナス朝の後継者であった。王朝は両国を1572年まで支配し、中世後期及び、近世の中東王で、最も影響力のある王朝の一つとなっている。その統治期間中、ポーランドリトアニア合同は、 キリスト教世界で最大の国家であった。ヨガイラは中世リトアニア最後の異教の君主であった。クレボ合同の結果、ポーランド国王になった後に新たに形成された、ポーランド・リトアニア合同はドイツ騎士団勢力の対等に直面することとなった。1410年のタンネンベルクの戦いでの合同の勝利は第一次トルンノはあ役により、 ポーランドとリトアニアの国境線を確固たるするものとなり、ヨーロッパに重要な戦力としてのポーランド・リトアニア合同の出現を印象づけた。ブワディスワフ2世イヤギエオの統治は、ポーランドの国境を拡張させ、大概は、ポーランド黄金時代の幕開けとみなされている。リトアニアヨガイラの初期時代についてはほとんど知られておらず、その生まれた年ですら明らかではない。 かつて歴史家はヨガイラの生まれた年を1352年であると算出したが何人かは最新の研究ではそれより遅い1362年頃であると主張している。ヨガイラはゲディミナス・朝の末裔でありおそらくはビリニュスで生まれた。その両親はリトアニア大公アルギルダスとその二番目の妻。 トベリ大公、アレクサンドルの娘、ユリアナであった。1377年に、ヨガイラが大公として継承したリトアニア大公国は、北西部の異教のリトアニアと現在のウクライナ、ベラルーシ、ロシア西部を構成するかつてのキエフ大公国の地で、ある広大なるテニアという、二つの有力ではあるが、異なる民族を構成する。 政治的な本質と二つの政治的な体系であった。当初、ヨガイラは、己の支配の基盤を、リトアニア南西の領地に置き、他方、おじであるトラ海港ケース・ティティスは、リトアニア北西部の支配を続けた。しかしながら、ヨガイラの継承は、時期に、決闘の下での二重支配の体系に置かれた。統治が始まった頃、ヨガイラは、 リトアニアルーシの地の不穏な情勢に目を奪われていた。1377年から78年にかけて、ヨガイラのイボ長径、ポラツクコ・アンドリュスはその権威にドミ自身が、対抗になることを夢見ていた。1380年に、アンドリュスとその同母弟ドミトリウスはヨガイラが、ジョチウルスの事実上のハーンママイと同盟したことに、対抗して、 モスクワ大公ドミトリー・ドンスコイの側に着いた。ヨガイラは、戦場付近でまごついたことで、ママイの救援に失敗し、このことがクリコボの戦いにおいて、ママイの軍勢が、ドミトリー・ドンスコイの手によって、重要な敗北へと至らしめられたのである。モスクワ大公国のジョチウルスに対する完全なる、多大な犠牲を払っての勝利は長い目で見るならば、意義のあるものであったが、 同大広告のゆっくりとした対等の始まりは、このように14世紀以内には、最も重要な将来の敵対者及び、リトアニアの保全と繁栄と生き残りを脅かす脅威となった。しかしながら、モスクワが有名な戦闘で、凄まじい損害を受けて、非常に弱体化したことにより、ヨガイラは同年、ケース・トゥティスの派遣に対して自由に闘争できるようになった。 リトアニア北西部では、1226年に、設立され、コプロイセン人、ヤドビンガ人、リトアニア人といった異教のバルト人と戦い、回収させてきたドイツ騎士修道会からの絶え間ない、軍事的侵入にさらされていた。1380年に、ヨガイラは密かに、タイ、ケース・トゥティスに向けたドビディッシュケスの密約を、騎士団と締結した。 ケース・トゥティスが図面を見つけたことで、リトアニアの内戦が始まった。ケース・トゥティスは、ビリニュースを包囲して、ヨガイラを打倒し、その地で自身が、リトアニア大公であると宣告した。1382年に、ヨガイラは、父の家臣から軍を立ち上げて、トラカイ付近にて、ケース・トゥティスと対峙した。 ケース・トゥーティスとその息子ビー・タウタスは交渉のために、ヨガイラの陣営に赴いたが、騙されて、クレボ城に投獄された。一週間後に、道場にて、ケース・トゥーティスは死んだ状態で見つかったが、おそらくは殺された。ビー・タウタスの方は、ドイツ騎士団のマリー・エンブルク上塞に亡命して、ビーガンとの洗礼を受けた。ヨガイラは、 ケース・トゥーティスとビータ・ウタスの親子を襲撃することで、打ち負かすことに対して、キリスト教家の約束とドゥビサ川西部のジェ・マイティア、ートによって報いるというドゥビサ条約の調整に、入った。しかしながら、ヨガイラは、条約の批准に失敗し、ドイツ騎士団は1383年夏に、リトアニアに侵入した。1384年に、ヨガイラは、ビータ・ウタスと、 それから、ビータウタスは、ドイツ騎士団に対して攻撃して、プロイセンのいくつかの城を略奪した。先例と結婚結婚後のブワディスワフ2世の、個人的なイニシャルである、ヤギエオ十字ヨガイラのルーシ人の母、ユリアナは彼に、ドミトリー・ドンスコイの娘ソファイアと結婚するよう、しきりに進め、ドミトリーは、ヨガイラに結婚に際して正教に回収するよう、要求した。 しかし、ドイツ騎士団は、正教会を異教徒よりはわずかにまともな分離派と、みなしており、この提案はリトアニアへの十字軍を中断させる、効果があるとは考えがたかった。そのため、ヨガイラは、カトリック教徒となり、11歳の女王、ヤドビガと結婚するというポーランドの提案を受け入れた。マオポルスカの貴族は、ヨガイラに、結婚の受諾を願い出たが、その背景には、 多くの思惑が存在した。ポーランドの貴族は、ヨガイラの婚姻によって、自らの特権を強化し、ヤドビガの以前の婚約者であるウィルヘルムの母国、オーストリアからの干渉を防ごうと考えていた。他、リトアニアからの脅威をなくし、ポーランドが肥沃なハールイチ・ボルイーニ対抗国の領域を確保する意図も挙げられる。 1385年8月14日に、クレボ城にて、ヨガイラは、クレボ合同を批准した。クレボ合同では、ヤドビガと結婚したヨガイラが、ポーランド国王となること、ヨガイラと彼の親民が洗礼を受けて、領地を、ポーランド王国に編入すること、東ポメラニアなどのポーランドが、ドイツ騎士団に奪われた領土の奪還が確認された。 1386年2月15日に、ヨガイラは、クラクフのバベル大聖堂にて正式に洗礼を受け、ブワディスワフ内誌そのラテン語での表記を公式に用いるようになった。洗礼の儀式から2週間後の3月4日に、ヨガイラは、ヤドビガと結婚し、大司教ボドザンタによって、ブワディスワフ二世ヤギエオとして体感する。ブワディスワフ二世は、法的には、 ヤドビガの母エリザベタ・コトロマニッチの養子として扱われ、ヤドビガからの大いの継承権を獲得した。クレボ合同とそれに続く回収は、100年以上に、渡って、リトアニアへの侵攻を続ける、ドイツ騎士団、リトアニア内部の敵であるビータ・ウータスに対抗する、ブワディスワフ2世にとっての最後の賭けだった。近隣の国家の中には、 新たな大国が誕生したことを感じ取ったものもあり、ドイツ騎士団長エルンストフォンツェルナーはヨガイラの洗礼式への招待を断り、モルダビアのコーペトル一世は、ブワディスワフ二世が即位した、ポーランドの総主権を認めた。また、王族の洗礼は、最終的なリトアニアの回収の始まりである、リトアニアでの川での大洗礼と同じく、 ブワディスワフ2世の帝神とリトアニア貴族の大規模な改修を引き起こした。異教と正教会の儀式は農民の間に根強く生き残るが民族的なリトアニアの貴族の多くがカトリックの改修者となり国王の改修と政治的な意図はリトアニアとポーランドの両方に長らく影響を及ぼし続けた。バベル大聖堂にあるヤドビガの石棺。 ブワディスワフ2世とヤドビガは共同君主として統治した。ヤドビガは確かに実質的にはわずかな力しか有していなかったものの、ポーランドの政治的及び文化的生命に積極的に参加した。1387年には、父ハンガリー国王ラヨシュ1世紀仕様がポーランドからハンガリーへ譲渡した土地を回復させ、 モルダビアコペタル一世の忠誠を確かなものとすることで二つの暮れないルーシへの軍事的拡張を成功させるに至った。1390年にヤドビガーはまた個人的にドイツ騎士団との交渉を開いた。しかしながら大部分の政治的責任はブアディスワフ二世が負い、ヤドビガーは未だ尊敬される段階で、 文化的、事前的活動に参加した。ブワディスワフ2世が、ポーランド王位についてから間もなく、ヤドビガワ、ビリニュスに、クラクフのようなマクデブルク法をモデルとした、首都居城を授け、ビータウタスは、ボレスワフ経験校並びに、カジミエシュ三世代王の統治下でのポーランドにおいて、ユダヤ人に発行された特権とほとんど同じ観点で、 トラカイのユダヤ人共同体に特権を発行した。二つの法体系を一体化するというブワディスワフ2世の政策は最初は不完全かつ一方的であったが影響を与え続けることは達成した。1569年のルブリン合同までにリトアニアとポーランドにおける政治的裁判的影響力の際はほとんどなかった。 ブワディスワフ2世の対策の効果の一つに、聖教会の要素が拡大していたリトアニアにおいて、カトリック教会を促進したことにある。例えば、1387年並びに1413年に、リトアニアのカトリック貴族は、聖教徒貴族を拒絶するという、政治的裁判的特権を与えられた。この過程での弾みを得ることは、14世紀における、 ルーシとリトアニアのアイディンティティの対等によって伴われたものであった。朝鮮ビータウタス。率先してリトアニアのキリスト教家を進めるブワディスワフ2世はビリニュスの異教の神殿を破壊し、かつては神として崇められていた神聖な森を伐採し、蛇を殺害した。ブワディスワフ2世の信仰の放棄に対する リトアニア人の反乱は起こらず、リトアニアでは短期間のうちに貴族とその一族は、洗礼を受けた。騎士団は、ブワディスワフ2世の回収は見せかけであり、ことによると痛んですらあると主張し、異教がリトアニアに残っていることを口実として再度、リトアニアに侵入した。しかし、騎士団は十字軍の大義名分を掲げることが、困難になり、 ポーランド王国と真のキリスト教国となったリトアニア、対抗国の同盟は一層脅威を増した。ブワディスワフ2世は、かつては、エリベタの調剤司祭であったアンドリュス・バシラ司教による、ビリニュス・カンク創設を講演した。当時、次第に、ドイツ騎士団によって支配されていったジェマイティアをも含む、カンク・グニエズのカンクのもとに置いたが、 ドイツ騎士団の警義ヒスベルク管区の元には置かれなかった。この決定は、ブワディスワフ2世とドイツ騎士団との関係を改善しなかったであろうが、ポーランドの教会にリトアニアの教会を自由に助言する権限を与えることでリトアニアとポーランドの間をより緊密に結びつけることには役に立った。1389年に、 ブアディスワフ2世の統治するところのオリトアニアは、同国における自らの世襲財産を犠牲にして、スキルガイラに権力を与えたことに起動るビータウタスによる再度息を吹き返した挑戦に直面することになった。ビータウタスは、対抗意を獲得するために内戦を開始した。 1394年9月4日にビータタス及び、ドイツ騎士団総長コンラート・フォン・バレンローデに参加した、軍勢は、ブワディスワフ2世の摂政である、スキルガイラ並びに、ポーランド、リトアニア、ルーシの混成軍によって支配されたビューリニュースの包囲に、トリカかかった。1ヶ月後に、ドイツ騎士団が城の包囲を解除したものの町の、郊外をほとんど荒廃させた。 このチミドロの構想は、最終的に、ブワディスワフ2世が和平の代償として、リトアニアの統治権をビータウタスに移譲するという1392年のオストロフの和訳という形で一時休戦をもたらすこととなった。スキルガイラは、トラカイ公からギエフ港へ、クラガエとなった。ビータウタスは率先して、自らの地位を受け入れたもののほどなくして、 ポーランドからのリトアニアの独立を求め始めた。リトアニアとドイツ騎士団との長きにわたる争いは1398年10月12日のサリナス条約で終止符が打たれた。リトアニアはジェマイティアのドイツ騎士団への譲渡ドイツ騎士団のプスコフ遠征への協力を約束し、ドイツ騎士団はリトアニアのノブゴロド遠征に協力することに同意した。 その直後、ビータウタスは、リトアニアの貴族によって、国王として退官されるが、翌1399年に、ビータウタスとジョチュルスのトクタミシュの連合軍は、ボルスクラ側の戦いで、ティムール朝に大敗し、東方への進出を諦めたビータウタスは、ブワディスワフ2世の支配を認めざるを得なくなった。 1399年6月22日に、ヤドビガは、ジョジを出産した直後に没し、エルジョビエタの先例名を授けられたジョジも、生後数日で没する。唯一のポーランドの統治者となった、ブワディスワ2世は、後継者も王国を統治する、各たる正当性も有していなかった。ヤドビガの死は、ブワディスワ2世の王権を損なわせ、その結果、 かつてのマゾポルスカの貴族間との争いでは外して、ブワディスワフ2世に共感的であり、ベルコポルスカの上流層との争いが表面化し始めた。1402年に、ブワディスワフ2世は、カジミエシュ3世の孫娘であるワンナツイレースカとの政略結婚を行って、支配の正当性の強化に努め、貴族の不平に応えた。 1401年のビリニュースラドム合同は、ブワディスワフ2世による大君主の下での大公としての地位を認めたが、その一方で大公の称号は、ビータウタスの後継者よりもブワディスワフ2世の後継者の方をむしろ確かなものとした。すなわち、仮にブワディスワフ2世が後継者を残さずに没したとしたら、リトアニアのボヤールは新たな君主を選ぶことになっていた。仮に、 両者とも未だに後継者を設けることがなかったとしたならば、及ぼされる影響は予測できないものの、ポーランド・リトアニア両貴族の結びつき並びに、両国の永遠の守備同盟、新たなる対ドイツ騎士団戦に対するリトアニアの影響力の強化を着実なものにした。文書は言及されていない、ポーランド貴族の権利をそのままにする一方で、リトアニア貴族の権限強化を認めた。 後者の大公はそれからずっと干渉を受けないで、ポーランドの王権には一定の従属姿勢を取るというやり方で調整をとっていた。ビリニュス・ラドム合同は、それゆえにビータ・ウタスがリトアニアで一定の支持を得ることとなった。1401年の後半におけるドイツ騎士団に対する新たな戦争は、東方地区における反乱の後に二つの戦線に、 自らの戦いを見出した、リトアニア人の力を過度に広げることになった。ブワディスワフ2世の別の兄弟で不満分子の、シュビトリガイラは、この木を選んで、裏で反乱を先導して、自身が対抗であることを宣言した。1402年1月31日に、シュビトリガイラ自身がマリーエンブルクに赴き、 ブワディスワフ2世とビータウタスが大広告において、初期の指導者に甘んじていた時期に行ったのと同じ情報を、することで、ドイツ騎士団の支援を得た。対ドイツ騎士団戦、ブワディスワフ2世の応援。1404年5月2日のラツオ氏の和訳で、戦争は終結した。ブワディスワフ2世は、ジェマイティアの譲渡に正式に同意し、 ドイツ騎士団のタイプスコーフ計画に賛同した。その見返りとして、ドイツ騎士団総長コンラート・フォン・ユン・ギンゲンは、軽装の地である、ドブジン地方と以前に、ブアディスワフ・オポルスキが騎士団に抵当に入れた、ズロトリアシンをポーランドに売却し、ビータウタスには、彼が再度計画するノブゴロド征服の支援を、約束した。双方とも条約に調印したのには、 以下の点で、現実的な理由があった。すなわち、ドイツ騎士団は、上記の新たに獲得した土地を盤石にするための、ポーランドリートアニアは、東方並びに、シロンスクに対する、領域的な挑戦のための時間がそれぞれ、必要だったのである。同1404年に、ブアディスワフ2世は、ブロツワフで、ボヘミア国王バーツラフ4世と会談し、 バーツラフ4世から新生ローマ帝国内における権力闘争の支持の見返りとしてシロンスクを返却する申し出を受けた。西方における新たなる軍事活動が重荷となることを望まないブワディスワフ2世はポーランドとシロンスク双方の貴族の朝廷の取り直しに着手した。1408年12月にブワディスワフ2世とビータウタスは ナバフルダク城にて戦略上の会談を開き、そこでドイツ人の戦力をポメラニアから逸らさせるためにドイツ騎士団の支配に対するジェマイティア人の反乱を助長させることを決定した。ブワディスワフ2世はビータウタスに対して自身への支援の見返りとして将来のいくつかの平和条約においてジェマイティアをリトアニアに回復させることを約束した。 1409年5月に始まった反乱は、当初は、城を建設することによって、未だに、ジェマイティア支配を強化していなかったドイツ騎士団から、わずかな反応を引き起こしたのみであったが、6月までに、騎士団の外交官たちは、オボルニッキのブアディスワーフ2世の宮廷にて、活発な工作活動を行い、その貴族たちに対して、リトアニアと、ドイツ騎士団との戦争に、 ポーランドが巻き込まれることを警告した。しかしながら、ブアディスワフ2世は貴族を通すことなく、ドイツ騎士団総長ウルリヒフォンユンギンゲンに対して、仮に、ドイツ騎士団がジェマイティアに抑圧を行うとするならば、ポーランドは干渉するであろうことを通告した。これに刺激されて、ドイツ騎士団は8月6日に、ポーランドに対して、宣戦布告を発し、 ブアディスワフ2世は8月14日に、ノビー・コルチンにてこれを受諾した。北の国境を守る城は、ドイツ騎士団が、ズロートリア、ドブジン及び、ボブローニキの城、ドブジン地方の首都征服を容易にしたことから悪い、立地条件下にあり、その一方で、ドイツのバーガー派は、騎士団を、ブイドゴシ中に招いた。 ブワディスワフ2世は9月後半に同時に到着して1週間以内にブイドゴシュチを奪還し10月8日にドイツ騎士団を降伏させた。冬期間中に大規模な決戦に向けての準備をしていた。ブワディスワフ2世は戦略上の平坦供給基地をマゾフシェノプーツクに設置しビスワ側の北方下流に船橋をかけて移送した。その一方で 双方とも外交的な構成を解き放った。ドイツ騎士団は、ヨーロッパの君主たちに手紙を送り、異教徒に対する共通の十字軍を解いた。ブワディスワフ2世は君主たちに宛てた手紙にて、ドイツ騎士団の世界征服計画を非難することで、反撃した。このような訴えは、双方とも外国の騎士を効果的に補強することとなった。バーツラフ4世は、 ドイツ騎士団に対する防護条約をポーランドと締結し、その異母帝であるハンガリー国王ジギスムント・フォン・ルクセンブルクの方はドイツ騎士団と同盟して7月12日にポーランドに対して宣戦布告はしたもののそのハンガリー人の新家達は軍の召集を拒絶したグリュンバルトの戦いアンマテイコフでグリュンバルトの戦いマリーエンブルクのドイツ騎士団の城 1410年6月に戦争は再開し、2万人くらいの貴族の軍勢を筆頭に、1万5千人の武装した民衆、主にボヘミアから雇った2000人のプロの騎兵部隊を、ドイツ騎士団国の中心地帯へ送った。チェルビーン宿にて、船橋でビスワ川を溶かした後にその軍勢は、 ルーシ人とタタール人からなる1万1000人の軽気兵部隊を含むビータウタスの軍勢と開港した。ドイツ騎士団の軍勢は、主にドイツ人からなる1万8000人くらいの騎兵と5000人の不評であった。7月15日に後に中世で最大かつ最も荒烈な戦いと言われたグリュンバルトの戦いにて、 ドイツ騎士団の軍勢が、総長ウルリヒフォンユンギンゲン及び大元帥、フリードリヒフォンアレンドーレを含む大部分の重要な指揮官を戦闘で、失い事実上全滅したことにより、ポーランドリトアニア連合軍は空前絶後の勝利を収めた。両軍とも数千人の兵士が虐殺されたと伝えられている。騎士団の陣営は連合軍の略奪を受けたが、 兵士が泥酔することを恐れた、ブワディスワフ2世は略奪品のワインの破棄を命令した。ドイツ騎士団の本拠地であるマリー・エンブルク城は、無防備な状態に置かれていたが、ブワディスワフ2世は即座に進軍を行わず、この時の彼の意図は、資料では明らかになっていない。7月17日に連合軍が入念な準備のもと、進撃を開始し、 7月25日にマリーエンブルクに到着するが、マリーエンブルクは新総長となったハインレヒフォンプラウエンによって防備が固められていた。ブワディスワフ2世は9月19日にマリーエンブルクの包囲を解除するが、要塞の堅誤さリトアニア軍の死傷者の多さと、ブワディスワフ2世がさらなる死傷者を出すことをためらったなど様々な推測がされているが、 資料の欠落が原因の解明の大きな妨げになっている。ポーランド内の不平1377年から1434年にかけてのポーランドリトアニアとドイツ騎士団との係争図。1411年2月1日のトルン条約でポーランドリトアニアとドイツ騎士団の間で和平が結ばれるが、 交渉の席でポーランドとリトアニアは自国に有利な条件を飲ませることができず、ポーランドの貴族は大きな不満を抱くこととなった。ポーランドはドブジン地方、リトアニアはジェマイティア、マゾフシェはウクラ側の向こう側の小さな領域をそれぞれ獲得した。譲渡された都市をも含む大部分のドイツ騎士団の領域は維持され、 ブアディスワフ2世は高額とは言えない身キ金と引き換えに多くのドイツ騎士団の幹部や騎士を解放した。身キ金の代金の積み立てはドイツ騎士団の財源に大きな打撃を与えた。ポーランド貴族に不満を残した一連の戦後処理は1411年以降のブアディスワフ2世に対する敵対勢力の増長を促し、 ポーランドとリトアニアとの間で貴族をめぐって争っていたポジリアをビータウタスに譲渡し、ブワディスワフ2世が2年の間ポーランドを留守にしてリトアニアに滞在したことが火に油を注いだ。ブワディスワフ2世は自らの危機を打開するため1411年の秋に反対派の首領であるミコライトラバをグニエズの広塚砂峡に昇進させ、 代わりにビータウタスの支援者であったボイチェヒ、ヤストリビエッツをクラクフに置いて、リトアニアとの関係の強化を模索した。1413年10月2日に、ホロドー合同が調印され、リトアニア大公国の地位は、永遠かつ、不可逆に我がポーランド王国と結びつけられたことが、ブワディスワフ2世によって布告され、リトアニアのカトリック教徒の貴族に、 ポーランドの貴族と同等の特権が与えられた。この直例には、ポーランドの貴族が、リトアニアの貴族の同意なしに、ポーランド国王を選出すること、並びに、リトアニアの貴族が、ポーランドの貴族の同意なしに、リトアニア大公を選出することを禁ずる条項が、含まれていた。最後の戦い1414 14年に、 ドイツ騎士団によるた旗並びに製粉症を焼くという、焦土作戦から来る、飢が戦争、として知られている、散在的な、新たな戦争が勃発したものの騎士団、リトアニア双方とも先の戦争であまりにも、消耗していたことから、大掛かりな戦争は、危険を伴うものであり、戦闘は秋には細々としたものとなった。1419年までには、 敵意は再燃することなく、コンスタンツ公会議中に、教皇の施設の教養によって、双方とも争いを止めた。いくつかのヨーロッパでの紛争で示すように、コンスタンツ公会議は、ドイツ騎士団の転換点であることを明らかにした。ビータウタスは1415年に、キエフ府主教を含む、施設団を派遣し、ジェマイティア人の承認は、自らの、 地ではなく水の洗礼の選択を力説するために、同年末に、コンスタンスに到着した。ミコライトラバ、ザビスザチャルニー、パベウ・ブートコビツを含むポーランドの施設は、暴力を伴う、異教徒の改修ならびに、ドイツ騎士団のポーランド・リトアニアへの侵略の終止符を打つための利面工作をした。ポーランド・リトアニアの外交の結果、ブートコビツによる、 修道士的な国家の正当性に関する問いが物議をかもしたにもかかわらず、会議ではドイツ騎士団によるさらなる十字軍の要望を否決して、その代わりにポーランドリトアニアにジェマイティアの回収を委託した。コンスタンスにおける外交上の背景には、ボヘミアにおけるフス派の反乱も含まれており、彼らはポーランドを新たなる神聖ローマ皇帝へ及び、 ボヘミア国王に選出されたジギスムント・フォン・ルクセンブルクに対する闘争の同盟者とみなしていた。1421年にボヘミア議会はジギスムントの敗を宣伝してプラハ4カ条に基づく宗教上の原理を受け入れることを条件に公式にブワディスワフ2世に対して大いにつくよう要請し、当のブワディスワフ2世はその準備ができていなかった。 ブワディスワフ2世が、ボヘミア王位提供を拒否した後は、当事者不在の状態でビータウタスが、ボヘミア王となったが、ビータウタス本人は、教皇との間で、イタン派と戦うことを約束していた。1422年から1428年に、かけて、ブワディスワフ2世の甥であるジーギマンタスカリブタイティスが、 戦乱のボヘミアの摂政にならんと試みてわずかに成功した。1429年にビータウタスはジギスムントからのリトアニアを追い提供を受け入れ、ブワディスワフ2世はこれを表面上は祝福したものの、ポーランド軍が輸送中の王冠を奪取したことで、大冠は取り留めとなった。1422年にブワディスワフ2世は、 ゴルブ戦争として知られる、ドイツ騎士団に対する別の戦争で戦い、騎士団側の帝国からの援軍が到達する前に、2ヶ月で、これを打ち破った。ドイツ騎士団のジェマイティアへの請求に終止符を打たせた、メルの条約の結果、プロイセンとリトアニアの高級的な国境線が、きっぱりと定められた。リトアニアには、パランガの港町付きでジェマイティアが上渡されたが、 クライペダは、ドイツ騎士団の元に残ったままであった。この国境線は1920年代に至るまでの、約500年間、ほとんど変わることがなかった。けれど、もこの条約の項目は、ブアディスワフ2世が、わずかにニエスザワの町の譲渡と引き換えに、ポモジェ、ポメレリア及びヘウムノの,の地に対するポーランドの、請求権を放棄した結果から、 ポーランドの勝利が敗北に変わったとみなされている。メルの条約は、ドイツ騎士団がリトアニアとの争いに終止符を打つこととなったもののポーランドとの長きにわたる問題の解決にはほど遠かった。しかも1431年から1435年にかけて散発的な戦争が起きた。1430年のビータウタス没後に生じた。 ポーランドとリトアニアの共同体制の亀裂は、ドイツ機手段に、ポーランドへ介入する後期を再度呼ぶこととなった。ブワディスワフ2世は、自らの弟である、新大公守備リガイラを支持したが、この時、ドイツ機手段並びに不満を抱くルーシュ系の貴族から、支援を受けた守備リガイラは、ポーランドのリトアニアに対する、君主権に対して、反乱を起こし、ポーランドは、 クラクフ司教ズビグニエブオレシュニク主導の下で、ブワディスワフ2世が1411年に、リトアニアに譲渡した、ポジーリャ並びに、ボルイーニを占領した。1432年に、リトアニアの親ポーランド派は、ビータウタスの弟であったジー・ギマンタスを対抗として、選出し、武力を伴うに至ったリトアニア対抗位をめぐる、争いは、 ブワディスワフ2世没後も王を引くこととなった。後継ブワディスワフ2世の2番目の日であるアンナ、セレースカは1416年に一人娘のヤドビカを残して没した。翌1417年に、ブワディスワフ2世は、エルジュビエタ・グラノフスカと再再婚するものの、彼女は1420年に子を残すことなく、没し、その2年後に、 ゾフィア・ホルシャンスカと再再婚をすることで二人の男子を設けた。1431年の最後のピアスト朝の血筋の相続人であったヤドビガ王女の死は、ブアディスワフ2世にソフィアとの間に設けた二人の男子を後継者にすることを可能にしたにもかかわらず、その同意を確固たるものにするために、ポーランド貴族に対して、 情報を伴う誤魔をする必要があり、それ以来、君主制は、選挙的なものとなった。ブワディスワフ2世は、最終的に1434年に没し、長男のブワディスワフ3世に、リトアニアを、次男のカジミエラスに残したが、両人とも当時は未だ4年であった。ただし、リトアニアの相続は、ブワディスワフ2世が考えた通りにはいかなかった。 1434年の彼の死は二つの王国間の個々の連合に終止符を打ち、両国の今後の先行きは不明であった。ヨガイラ、ブワディスワフ2世ヤギエオの家族の系図。ありがとうございます。